こんにちは、ジャパニーズドライバー藤本です。2024年5月ゴールデンウィーク後半に4泊5日で四国へ行きました。車はポルシェボクスターです。四国方面へ向かう神戸鳴門道、8時半ですけれども結構空いてます。山陽道から分岐してきたんですが、山陽道は思いのほか結構車が走っていました。4泊5日の内訳は、1泊目兵庫県洲本市、2泊目高知県高知市、3泊目高知県四万十市中村ですけども、で4泊目徳島県阿南市になっています。今回の4泊5日の四国旅なんですけれども、単に旅行ブログではございません。やはりちょっと皆さんにもお役に立ちたいので、まず日本地図です。国後島、択捉島、色丹島、歯舞諸島。これは日本固有の領土です。四国の位置がわからない方、例えば小学生の子供さんとかが見ておられるとわかりにくいので、一応ここから説明します。特にこの北海道のこの辺りに住んでると、もうはっきり言って興味がない方多いんで、四国って何ぞやという話ですけど、ここにある島です。ここなんですけれども、本州から行くとこの淡路経由、それから岡山から香川へ渡る小島坂出ルートというこう瀬戸大橋がかかっているところ、それから尾道今治ルート、しまなみ海道と言われるところですけど、ここいっぱい橋がかかってます。この3ルートで四国へ行くことになります。兵庫県の播磨の国に住んでいる私がここへ旅行に行く場合には、もちろんその3ルートとも通ったことはあるんですけれども、今回は高知の端っこの方、西端の方へ、この辺りへ行くことにしたので、こっちからこう回っていくことにしました。室戸岬の方を通って。車で行かれる場合は、基本的に淡路島より東に住んでおられる方、東京しかり、愛知県しかり、大阪しかりなんですけど、この明石海峡大橋、ここに橋あるんですけどね、ここに。ここを通ることになります。とにかくここに交通集中するんですけれども、ゴールデンウィークともなると天気がいいので、日帰りの方もここへやってきます。まあ、こうやってきて、で、島に渡って、また島から帰っていくと。この動きがですね、午前中に淡路島へ渡って、午後淡路島から帰ってくるというパターンがめちゃくちゃ多いんです。ということは、午前中にこの明石海峡大橋を通ろうとすると、大渋滞覚悟。で、夕方明石海峡大橋で帰っていこうとすると、島から本州の方ですね、帰っていこうとすると大渋滞覚悟なんです。ということは、それを避けるべくどう動いたらいいかということを考えないといけません。で、私の自宅からは淡路島まで1時間ぐらいあったら行くんで、仕事が終わってから淡路島へ渡ってそこで一泊するという作戦にしました。とにかく5月3日の朝ここ通らないようにしたい。あるいは5月6日、5日の夕方、ここを通って本州の方へ帰るようにはしたくないという作戦に出ました。とにかく夜の間に明石海峡大橋を本州から淡路島に向かって渡ればいい話なので、宿泊先は淡路島内であればもうどこでもいいということになります。もっと言えば近い方が楽なので、本州から近いところへ泊まることにしました。で、なおかつ、次の日はやっぱりこの淡路鳴門徳島道かな、ちょっと名前忘れました、ここを通るので、この道からあまり外れない方がいいという、そういうホテルを探して、今回は、何だったかな、カサグランデ、高速道路の洲本インターチェンジを降りてすぐにあるこのホテルに泊まることにしました。旅行計画に関してはこうです。8時頃自宅を出るので、夜の間に淡路島に渡って、洲本にあるこのカサグランデというホテルで、もうほんと泊まって寝るだけで一泊。それから2日目はここを出発して、ここら混まないので、室戸岬の方まで行って、
で、そこから高知の方へ向かって行って、四国自動車博物館に行ってから、高知市で一泊。高知サンライズホテルです。二泊目。三日目は高知を出発して、四万十の方に海洋堂ホビー館というのがあります。ここへ行ってから、中村で一泊。中村プリンスホテルです。ここ四万十市という名前になってるんですけれども、ちょっとピンとこないんですよね。四万十市と言われても。もともと中村市ですし、ここ。で、ここで一泊。その次の日、四日目ですね。徳島県の阿南へ移動です。これはもう本当移動だけです。本当はこの四国行く計画を立てるにあたって、この四国のカルストロードに行きたかったんですけれども、高知からこの四国のカルストロードへ向かうのにもう道がダダ込みだというのを YouTube で知ったので、中村へ移動してから、中村から向かおうと思ったんですけれども、中村プリンスホテルの方に、四国カルストロードへ行くのにどれぐらい時間かかりますかと聞くと、3時間ぐらいですかねと言われたんで、ちょっと諦めました。ここはもうゴールデンウィークダダ込みで、車が全く動かなくなったりするらしいです。ということで、このゴールデンウィークみたいな最も混むような時には行くのをやめて、何か平日で行けるような時があったら、また、機会を見つけて行ってみたいなと思っています。ですので、3泊目の中村から4泊目の阿南への移動はもう途中何もなしで、単純に単に移動だけなので、高知道移動して、北上してですね、で、徳島道に入って、で、徳島道、徳島南部道路というところを通って、阿南で4泊目。で、次の日の朝早くにも朝食食べたらすぐ出るという作戦で、朝食が6時半からなので、ここの3ルート阿南は、ルートイン阿南か。朝早く出といて、この辺渋滞知らずで帰るという作戦でした。5月2日8時47分ですけど、この時間帯でこの曜日でこの車の量だと5月3日はダダ込み渋滞必至だと思います。今5月2日の9時前ですけれども、淡路のハイウェイオアシスの駐車場はめちゃくちゃ車止まってます。で、次から次へとひっきりなしに車がやってきます。すげえなこの状態。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。尺が長くなりすぎましたので、この辺で一旦区切っておきます。